えーまあ、この前ですね、アンケート、アンケートじゃないか、<laughs> あの、お問い合わせフホームですね、からいただいた方からに対して、まあ、動画、Q&A の質問の動画を撮ったんですけど、まあ、俺のメッセージというか、また来てたので、まあ、ちょっと回答したいと思います。この度は、早々に私の質問に回答していただき、誠にありがとうございました。ありがとうございます。30分以上に及ぶ長い動画の私のために発信していただき、深く感謝申し上げます。 わしずさんはそのままですかビットくんでは望月さんのことですかそうですね。はい。まあ、あの、ビットくって呼んでます。はい。で、私は、なるほど。ビットくんの、なるほどね。吉谷さんの返信手段としてはこの場しかありませんので、この場をお借りしてお礼を、と思った次第です。回答を見て、安心しました。そして、まるで目の前で対話をしていただいているような気になりました。 ドリームアカデミー募集は文化セッスが参加させていただこうと思いますということでありがとうございます。まあ、これなんで動画撮ってるのかっていうと、あの、これをやってほしいんですよ。単純に <laughs>。なんでこの動画を撮ってるのかっていうと、これをやってほしいんですね。てか、ドリームアカデミアをこれを教えてるんで、僕が、ぶっちゃけそのビットくんの方が今ね、数持ってますよ。ラインアットの数もあるし、1000以上いんのかな、今。 あとはあ、まあ再生数も持ってますし。うん。まあ売り上げも僕より作れるし。<laughs> ね、うん。そう、鷲津さんもそうですよ。鷲津さんの場合は、鷲津さんの場合はあんま数ないですね。うん。チャンネル登録者数もまだ600人ぐらいか。LINE アットもそんなに多分1000人とかいてないような気がするんですけど。まあ、ちょっと聞いてないですけど。うん。まあそれでもね、バンバン売り上げ作ってるんですよ。 うん、これ何かっていうと、まあ、あの、基本の、僕がドリーマーカーデミアで教えてる基本の、この、まず一人のリーダーになりましょうっていうのを僕は教えてるんですけど、まずは。で、なんでかっていうと、一人のリーダーにもなれない人間が、どうやってお金稼ぐんですかっていうところで、まずは一人のリーダーになると。で、まあ、僕はコンテンツ販売をこう教えてるわけですけども、その、うん、やっぱその、なんだ、 どのポジショニングになるとその人はお金を払うのかって話なんですね。やっぱり例えば、まあ、学校をイメージしていただければわかると思うんですけどその、まあ、普通のまあ等身ハイスクールとかでも何でも塾とかでも何でもいいんですけど、まあ、学校もそうなんですけどここの先生がいてじゃあ生徒が30人いますじゃあその生徒は学校に授業料を払いますよね。 で、なんでかっていうと、先生がいるからじゃないですか。じゃあ、生徒が生徒にお金払わないですよね。どうすかね。うん、だから先生にならないといけないですよ。うん、単純に。ってか、先生になった方がお金いただきやすいですよね、授業料として。じゃあ、この先生になるためにはどうすればいいのかっていうと、ただこれをやればいいだけです。シンプルに。で、なんでこれをやると先生になれるのかっていうと、うんインターネットって、 僕15年見てますけども、まず、これを教えてる人がまずほぼいないんですよ。みんなアクセスだったりとか、リストだったりとか、まあ別にそれはね、ネットの仕組み上アクセスが上がると、まあ YouTuber の人とかね、再生数上げないと、まあ広告収入で飯食えないんで、再生数頑張るぞ、みたいな感じなんですけど、まああとはブログアフリエイトとかも、ある一定のね、アクセスがないと広告収入も難しいじゃないですか。ただ僕が教えてるのは、それじゃないので、 コンテンツ販売なんですよ。だから一人にしっかり売れれば売り上げ立つんですよ。だつまり、例えばですよ。例えば月収100万稼ぎたいんだったら、一人との信頼関係を構築してですよ。まあ、極端な例ですけど、一人との信頼関係を構築して、で、商品、100万円の商品が作れて、なおかつそこでセールスができれば、えー、その人が買えばもう100万じゃないですか。って話で。しかもこの100万円の商品っていうのが、あらり100%なんですよ。これがコンテンツビジネスでやばいところなんですけど、 だから、これ、このスキルがあったら、いくらでもお金は作れます。本当に。うん。だから、そこで学ばないといけないのが、まあまあ、ある一定の、ある程度の集客ですよね。まあ、そんな、何百万人とかね、100万 PV とかいらないです。<laughs> いらないです。<laughs> ね、うん。ある程度の、まあ、アクセス、えー、が来る媒体ですよね。をしっかりと作って。で、なおかつ、その、そこで見てくれてる人との関係性を構築して、しっかり商品が作れる。だから アクセスを集めるためにしっかりとメディアを作る。あと信頼関係を作るためにこういうのをやるで。あとはしっかり商品が作れるようになる。セールスができるようになる。まあここら辺をしっかり勉強してやればお金が稼げないってことはないです。うん。まあこの YouTube の下に、あの以前ね熟成さんと女性の方なんですけど、あの100万円の商品売った人本当にいるんですよ。<laughs> 女性の方ですよ。 で、しかも、もともとそのノウハウコレクターだったかな。うん、なんか行ったり寄ったりみたいな、なんかまあ、あのー、そんな感じだったような気がするんですけど、まあ、ドリアク入って、まあ僕のね、教えをしっかりやっていただいて、実際にね、100万円の商品を売ったっていう熟成さん、女性の方でいます。じゃあその方は音声対談聞けばわかる。この下に入れときますけど、 その段一人のために2、3、2、3時間か1時間か分かんないですけど動画撮って送ったっていう。<laughs> ね、いなくないですかネットいくら探してもですよ。ネットいくら探しても自分のために1時間2時間動画撮ってくれる人いないんですよ。だから、ああ、りがとうございますってなりませんまあ、全員がありがとうございますになるかは分からないけれども何かしらのインパクトを与えることはできるわけですよ。なぜかっていうとみんなやってないんですよ。 うん、そう。で多分これを教えてる人もいないし、まあそれをね、あの、やる人もあんまいないんで、だから勝てます。はい。だから勝てるんです。あの、誰でも。うん。だからまあ、僕の塾生さんで僕の教えをしっかりやっていただいてる方は、やっぱね、吉谷さんの言うとおり、その動画をこう作って送ったりとかしたら、あの、こんな僕でも喜ばれました、みたいなね。え、経験ないんですよ。 僕より経験がある熟成さんはまず一人もいないです。申しますね。僕より経験がある、ネットビジネス15年やってて何億で上げて、一応前の会社では何億みたいなのやってきたんで、その経験1ミリもないですよ、僕の熟成さんは。僕より経験がある人入ってないんで。例えばネットビジネス30年やってて、今まで100億円ぐらい作ってきましたっていう人は熟成さんに誰一人いないです。みんなこれからネットをどういうふうにやっていくのかなっていう人がほとんどです。もちろん中堅ぐらいはいますけどね。うん。 逆に言うと、あの中堅の人は逆に言うと <laughs>、まあ僕もいろいろ見てきたんですけど、まあうまくいかないですね。まあうまくいく人もいるっちゃいるんですけど、なんでうまくいかないかっていうと、まあ会社で言うならば、あのー、なんか新卒と中途採用みたいな。うん、やっぱ中途採用の部分って、なんかその、 まあ経験はあるし、なんかいろいろあると思うんですけど、そこの会社に馴染めないっていうのがあるじゃないですか、多分。俺は今までこうやってきた。俺はネットビジネスに対して今までこうやってきたっていう価値観だったりとか、そういうのが結構形成されてるので、僕と合わない部分があったりとか、たまにします。だけど、初心者から入ると、まあ、それしかないなってなるので、それをやっていただける傾向がまあまあ強いんですよね。だから、新卒でその社会社に入ったら、もうそれやるしかないじゃないですか。 経験もないわけですから。だからその、しろくまくんっていう子がいるんですけど、最近さん YouTuber デビューしたんですけど、しろくまくんも、なんだ、ね、その、しろくまくんは、その、情報商材も一回も買ったことがない、コミュニティにもなんか入ったこと一度もない、何もない。本当にその、なんかを買うっていうのが、僕の塾が初めてだったんですよ。だけど、月収100万1年以内に行きました。でも、言われたこと全部素直にやってます。 全部素直にやった結果、100万まで行きました。でも、何の塾も入ってないですよ。何の教材も買ってないですよ。もう右も左もわかんない。普通の、なんだ、子です。そう。ネットスキルゼロ。経験ゼロ。<laughs> うん。まあ、そのドリアカ入ると、あ、そうそう。鷲津さんの、鷲津さんもそう。鷲津さんももちろん、その、サラリーマンも今もやってますけども。鷲津さんも、なんや あのー、そのネットの経験ないわけで鷲津さんも塾入ってねまあもう今普通に月収100万とか普通にずっとやってるんですけどその鷲津ロードマップか月収100万達,達成した鷲津ロードマップと月収100万達成した人のシドクマロードマップみたいな講義もあります、まあ、講義提供してもらいました、うん、ドリアカに入ってどういうふうな手順で学んで自分がここまで行ったのかっていうような話をしてくれてる講義もあります あとはそれをね、素直にやっていただけるかって、まあいっぱい講義あるんですけど、うん。あとはそれを素直にできるかどうかですね。うん、だ僕自身も4年独立して、こじんまりやってますけど、このその、再生数だったりとか、だから LINE のリストも未だに1000人いかないですからね、僕。 まあ、結構ブロック激しいんでセールスしまくるんで僕毎月セールするラインなんかあんまないですから多分ね。<laughs> しかもバンバンやってるんで。だからブロック半分ぐらいされるんですよ僕。だから520ぐらいか今。うん。まあそれでも4年ずっとあの飯食ってます。<laughs> で借金もあったんですけど、借金も2000万ぐらい返しましたし。うーん。そう。 だから、あとはまあ、素直にやれるかどうかですね。うん。ほんとそこが勝負かなというところでございます。うん。なんかその、もちろんその高度なね、テクニックだったりとか、高度なノウハウもありますよ、いっぱいあるんで。ただし、やることは本当に、うんに、そんなに難しくないってことですね。うん。ただ、難しいことがあるとするならば、今までいろんな、 ささんんととかお客さん見てるとやっぱ日々のこの発信が難しいっていうところじゃないですかね。要は集客ができないってことなんですよ。集客ができなかったらやっぱ売れる人いないので、だこの集客するのがまず大変です。で、集客する上でコンテンツを日々ね、何かその、まあぼ僕今年からブログも始めたんですけど、ブログも毎日書いてますよ。毎日ですね。うん。まあ動画なんかもう、 まあ、限定で今あ、いっぱいあるんですけど、限定動画ももう100何本溜まってて、いつ公開しようかな、みたいな。<laughs> まあ、今度、その、ドリアカ入れない人用に商品売るんで、なんかちょっと、僕、量が多いですから、あのー、表に出してないんですよ。で、この、今回、その、あ、今日か。今日だ。今日販売して、3日間限定で、その、ドリアカ入れない人用にこう、売るんですけど、それ終わったら、限定公開で100、 何本の動画も公開しますから。で、それで一回リセットして <laughs>、で、また、そのドリアカのにフォーカスしてセールスしていきますけど。うん。なんかその、僕から、僕からするとでしょあの、会社で給料もらいたいじゃないですか。もらいたいというか、会社で給料もらえなかったら、会社に行かないですよね、多分。じゃあ、セブンイレブンで給料もらいたいってなった場合、何します 経験もない。未経験です。未経験大歓迎っていう求人いっぱいありますよね。じゃあ、給料もらうために何しますえ、タイムカードを押しに行くってことですよね。<laughs> 大丈夫ですよね <laughs>。これ当たり前ですよね。タイムカードを押しに行くって当たり前なんですよ。だからネットで集客するのは当たり前なんですよ。ということは、ネットで集客するためには、あの、日々の更新、日々の情報発信っていうのは僕からすると、会社に出社するのと同じ。 うん、っていう感覚でやってます。だけど、やったことがない人は、それが、やっぱその会社とかアルバイトとか違うのが、まずじゃあ、やったからといって給料がもらえるのか、これやったからといって給料がもらえる世界ではないです。コンビニとかはタイムカード切ったら、あ1時間いくらっても,きもらえるじゃないですか。でもネットってそれがないんですよ。だからそれが、まあ、もなんかモチベーションだったりなんだなんかそういうので。 できない一つの理由だったりとか、うーん、なんだ。まあ、あとはその作り方がわからないとか、やり方がわからないからできないとかね。でも結論言うとそれやらないといつまで経ってもやり方わかんないじゃないですか <laughs>。そうじゃないですか <laughs>。やり方が分かりません。じゃあやらない限り、やり方覚えられないよねって話で。うーん。で、あとはなんだ。こんな僕が、こんな僕が、 発信しても、みたいな。うん。そんな僕だからこそ発信しなければ何も始まらないよねっていう。集客しないとっていう。うん、ん。そこがね、まあほとんど挫折する人たちですね。こう間違いなく。一番の、その、集客する部分で。で、あとそれが今度、今度挫折したらですよ。今度挫折したらどこ行くかっていうと、じゃあお金払って広告、行ったりとかするんですよ。 だって、アクセスを集める、集客する上で2つしかないんで、無料で集客するか、有料で集客するか、この2点しかありません。まあ、あと、紹介とかもありますけどね。紹介とかもありますけど、大きく分けると、この2つしかないです。無料で集客するか、有料で集客するか。でね、確かにお金払うと、あるてある一定のアクセスを持ってこれたりとか、ある一定の顧客リストを獲得できるかもしれないです。 まあその人の LP とかスキル次第なんですけどまあでも仮にじゃあ集客できたとしても今度集客した後売ってかないといけないんでその広告費が出てるわけじゃないですか先にでそれを回収していかないといけないでもそのスキルがなかったら赤字なんですよだから僕はまず基本のそのコンテンツを作る日々の情報発信をするっていうこの土台があった上でこっち行くなったらいいんですけどこの土台ないのに こっち行ったら、まずセールススキルだったりとか、そもそもそのお客さんとの教育の過程のそのフリーコンテンツとかがダメだったらちょっと売りづらいので、まずは基本を徹底的にやっぱやる、日々のコンテンツを作っていくっていうのがめちゃくちゃ大事ですね。だけど、みんな挫折する理由は、やってもお金にならないってことです。最初は。うーん。そう。 ですもん。でも、そういうもんなんですよ。だそれ、それが、そういう世界なので、その世界で稼ぎたいんだったら、それに、それを腹くくるしかないです。で、その、やっても吉谷さん稼げないじゃないですか。っていう、マインド考え方でこっちの世界に来るんだったら、こっちの世界に来ることはおすすめしないです。本当におすすめしないです。いや、だったらもう、えー、固定、ハローワークに行って固定給いくらです、えー、 だ雑誌見て初心者で大歓迎時給900円時給1200円っていう世界で生きるしかないですからそれがそれが嫌なんだったら本当にでそれそっちの世界であの自分のライフスタイルを実現できない、うん、自分がやりたいことができないんだったらこっちの世界で頑張るしかないんですよでこっちは収入に関しては青天井ですいや別に無限です 無限です。まあ自分が稼ぎたい金額だけ無限です。うん。例えば、まあ数、数の理論でもそうなんですけど、まあ僕最初あんま数いらないって言いましたけど、うーん、なや。例えば、1億人に会うことってできます多分結構難しいですよね、リアルで。リアルで。 なんか、はじめ社長がね、はじめ社長が、その、はじめ社長っていう YouTuber がいるんですけど、なんか、グミの動画が1億回ぐらい回ったんですよ。だこれは、その、普通だったら音楽の、音楽のプロモーション PV とかは1億回回ったりとかするんですけど、その、グミ動画、グミのなんかこうな、レビューしてる動画が1億回って言ったのが入れだっつって。で、なんでこれ1億回回ったかっていうなんか動画もあるんですけど、あの、海外にリーチしてるんですよ。な南米で回ってるんですよね。 だからこれってインターネットが出たことによって何があるのかっていうと場所も関係ないし時間軸もあんま関係なくなってたんですよ例えば日本の時間と南米の時刻って時差ありますよねだけどネットってないので南米で例えばお昼で動画見れる時に勝手に見てるんですよでこっち夜みたいなみんな寝てるけどこっちは見てるみたいな話ですよ だ僕のお客さん、熟成さんにも海外の人もいてるんですけど、関係ないんですよ、本当に。でもこれ、これはだからリアルだったら絶対無理なことですよね。であとはこういうそのインターネットがこう発達したことによって、なんや、あの、会わなくてもね、まあ、ここでちょっと書いていただいてますけども、あの、なんだ、まるで目の前で対応していただいてるような気になりましたと。会ってないですからね、僕。一度も会ってないんですよ。 一度もも会っててなないいし、顔も見てないですよ。だけど、実、あの、カメラが、カメラ、まあ、最近は iPhone であんま撮ってないですけど、この iPhone あればね、別に誰でもできるし、で、YouTube あれば誰でもこんうのでできるじゃないですか。てか、YouTube みんなできるんで、すごないですか普通だったら、今まではネットがなかった YouTube とかこういうのがなかったら、直接会ってね、会って、こうなんかやんないと、これを感じれなかったと思うんですよ。 だインターネットって本当に場所も時間も関係ないしだ無限なんですよね。うん。で、あとはまあコンテンツビジネスができるようになると無限になる理由が自分で値札をつけられるからです。広告ビジネスだとアフリエイトとかはその単価が単価を決めてるのって広告主さんなんで自分が単価決められないんですよ。だぶっちゃけ言うと広告主の奴隷みたいな話ですね。そうじゃないですか。広告主が 給料みたいな単価を決めてるんで。でも自分で商品作って自分でビジネスができると、自分でいくらでも単価決められるんで無限なんですよ。だから僕300万円の商品もありますけど、その300万円ですって言ったらもう300万円なんです。わかりますドリームアカデミアも、今ね、79万8000円です。来年120万です。もう、もうこれでもう終了です。自分、だって自営業じゃないですか。自分でビジネスするっていうことは自分で値札つけられるってことなんで。 うん、あとはじゃあその価格でもしっかりと売れるスキルがあるのかっていうところですよね。あとはその価格でも入りたいと思ってもらえるようなことをちゃんとやってるのか。例えば僕だったら日々こういうことをやってるんでだからいるんですよ。ある一定の人単純にこれやってるんで。うんな感じでまあネットは本当に僕は15年見てきましたけど無限です。無限です。 しかも、あとね、ラッキーなことに、うんストックストックできるんですよ <laughs>。これはね、リアルではもうないですね。例えば、そのコンビニのバイトでタイムカード、タイムカードを押すじゃないですか。で、そのタイムカードを押した分の給料って、だ今月のタイムカードを押した分は来月もらえるじゃないですか。大体は、多分。まあ、給料の支払いのサイクルって。 今月分のタイムカードをした分の時間、この時間、労働した時間っていう分を来月もらいますよね。じゃあ、その後、この月に働いたタイムカードをした労働時間っていうのは、じゃあ3ヶ月後もらえますかって話で、1年後もらえますか。これもらえないですよね。例えば店長と。店長、あの12月、去年の12月、めちゃめちゃ忙しかったじゃないですかと。 じゃあ、去年の12月分の給料、もう一回もらえないですかと。はみたいな話ですよね。<laughs> いや、払っとるがな、みたいな。そう絶対通らないですよね。通ります。多分通るバイトあんのかなないですよね。100%ないですよね。だけどネットの場合だと、以前作ったコンテンツですよね。それを見てくれるんですよ。 だ過去に労働した、労働というか過去に作ったコンテンツもずっと見てもらえる。まあ、見てもらえないやつももちろんあるんですけども、見てもらえる。だどんどんストックする。だから、ここで働いたね、時間というか、ここで作り込んだ時間っていうのが、過去、あの、未来にも生きるってことですね。ずっと僕。僕の事例で言うならば、例えば、なんだ。この情報コンテンツですね。まあ、これ本なんですけど、これ4年前に出版した本なんですけど、 これ4年前ですよ。4年前。だけど、未だに売れてるんです。<laughs> 未だに。しかも今プレミア価格ついてて、Amazon で一番高いの7000円ぐらいですかね。4年前ですよ。4年前なんだけど、Amazon でプレミアで7000円ぐらいです、今。安くても2000円ぐらいだったかな。4年前ですよ。4年前にこの情報を作ったんですよ。このね。吉谷さん、吉谷さんのこの紙がかっこいいんで買ってますっていう人いないんですよね。 なんでこれ買うのかっていうと、この書いてある情報ですよね。これ何が書いてあるんだろうっって、この情報に対してはお金払うわけですよねで。これ腐らないですから。腐らない。で、この本の場合は、申し訳ないですけど、本の場合はこの劣化、なんかボロボロになったりとかするけれども、デジタルコンテンツって劣化します。ほぼ劣化してないですよね。MP3 とか劣化します。昔はね、レコードとかね、カセットテープは劣化してたんですよ。 だけど、デジタルになって、このね、昔のコンテンツも劣化しない。<laughs> でも、YouTube 様なんかは、ずっとそれを無料で、ほ、なんだ、保持してくれるじゃないですか。<laughs> 昔。なんかその、なんか3年前だから、映像に、その、昔のブラウン管テレビみたいに、3年前の YouTube の動画だからか、なんか劣化して、ザーってなるとかないですよね。ずっと維持ですよね。これすごいことじゃないですか。 だ僕自身も、まあこれ4年前の本の情報の、このね、本ですけども、商品。商品とかも3年前とか4年前の商品、未だに僕売ってます。だって劣化しないですもん。うん。だからそれが今も使えるものであるならばずっと売れるんですよ。だ市場に求められてる、求め、市場にニーズがあるんだったらずっと10年前の商品でも売れるんですよ。しかも劣化せず。 すごないですかこれ。普通のビジネスじゃないですよ。だからコンビニに例えばガムとかも置いてあるじゃないですか。まあ賞味期限ありますよね。さすがに。あ賞味期限はまあまあありますけど。じゃあ10年間ガム置けないですよね、あそこに。で僕10年間置けるんですよ。劣化しないから。うん。だ例えば、あ、松下幸之助さんってもう亡くなってるじゃないですか。ね。で、松下幸之助さんの、あのー、なんだ。 道であったかな道っていう本。あれ400万部以上に売れてるんですよ。相当昔の情報ですよ。<laughs> 相当昔の情報。だけどずっと売れ続けてるし、松下幸之助さんも死んでますからね。死んでも売れ続けてるんですよ。すごないですかこれ。たまーに YouTube とかね、松下幸之助さんの昔の肉声がちょっとアップロードされてるんですけど、逆に言うと、 ね、ちょっとザラザラなんですよね。なんか昔のやつなんで。ザラザラだけど、希少価値高いんですよね。逆に。<laughs> こ面白くないですかなんかこのね、情報ビジネスの真髄を理解して、しっかりやると、うーん、まあまあ、あの、稼げないってことはないっすね。<laughs> 本当に、無限です。しかも。 うん、僕がよく言われるのが、吉田さん他のビジネスやんないんですかって言われるんですけど、絶対やんないですね。情報ビジネスしかやんないですし、ドリームアカデミアは情報ビジネスを僕はもうこれ、これが最強の僕はですよ。他人から何と言われようと僕はこれしかないと思ってるんで。まあ本も一応出してますけど、僕はもういろんなビジネス見てもこれが最強のビジネスうだと思ってます。全てにおいて。 利益,利益に関しても、うん。そもそも利益がほぼ100%で取れるビジネスって多分ないですから。ナイス。うん、ナイス。そう。だからこれを極めてほしいなと思いますね。で、それを極,、ま、極めて、なんか軍資金何億円とか作って、じゃその後、そのキャッシュをもとになんか事業を大きくしていくとかね。なんか違う物販やるとか、全然いいと思いますし。 ただ最初はこのコンテンツビジネスを本当にマスターしていく、情報ビジネスをマスターしていくっていうのは、キャッシュも作れるし、いろんな学びがすごくあります。うん。で、あとね、ぶっちゃけそのマーケティングに関しても、コードっちゃコードなんですよ。で、なんでかっていうと、物がないじゃないですか、情報なんて。この、例えば、缶コーヒーを売るって言ったら、ここに缶コーヒーがあって飲み物があるんで、まあ、 どちらかというと売りやすいですよね。ものがあるんで。しかも信頼というか、それも、まあ、缶コーヒー、コーヒーを飲みたいみたいなものあるじゃないですか。でも、これが透明なんですよね。わかります情報っていうのは。これ、透明なんですよ。で、これを売る技術って、まあまあ難しいんですよ。だから、透明な商品を売れる技術が作れると、これ簡単じゃないですか。って話で。 で、例えば、じゃ今の話で言うならば、あの、昔売れた本があるんですけど、コーラを1000円で売る本、コーラを1000円で売るっていう本がすげえ売れたんですよ。で、そい今のことですよね。これ、リアルはこれを売ってるんですよ。わかりますだけど、その情報っていうのは、コーラを1000円、だからコーラを千円だったかなたと本のタイトルあるんですけど、コーラ。これ結構売れたんですよ。コーラ1000円。 コーラを1000円、あ、100円のコーラを1000円で売る方法。マーケティングがわかる10の物語って。これ結構バカすぎまあまあ売れましたね。これね、多分ね、続編もあったような気がするんですけどね。100円のコーラを1000円で売る方法。え、どういうことみたいな。え、でも、<え>あの、100円のなんだ、コーラを物で売ってないんですよ、これ。これなんかよくわかんないかもしれないですけど、すごいマジックじゃないですか。<laughs> コーラを題材にしてるんだけど、コーラは売ってないんですよ。蒸しますね。コーラを題材にしてるけど、コーラの物販はしてないんですよ。100円のコーラを1000円でどうやって売るのなんじゃそれ。それはどうやって、そ,マーそのマーケティングはなんぞや。気になるなって本買うんですよね。すいないですかこれ。コーラを、なんだ、コカ・コーラ社だ、コカ・コーラ社でもなくてもコーラ売れるんですよ。これすごいことで。うん まあいろいろね、まあお話しましたけど、あの、コンテンツビジネスはマジで、あの、やっといて損はないので <laughs>、あの、本当、極めて、まあ、ドリアか入るんであるならば、僕はそういうことを教えてますし、もう基本の基本から上級まで全部教えてます。だからその、なんだ、あの、一応1億のステップまで用意してるんで、うん。な、すべて、まあ、ドリアか1本で十分すぎるほど入ってます。うん。 本気でその情報ビジネスをマスターしてほしいですね。あとは、うん、僕が思うのが、情報商材、まあ僕、情報商材って出してますけど、これね、うまくいかない人っていうのは、情報商材を作って、儲けようと思ってるんですよ。これ、うまくいかない人です。 まあ、うまくいく人もいるんですけど、これが10年、20年、それができるかっていうと、無理なんです。でも、情報商材をしっかりとビジネスでやると、やばいです。やばいです。ずっと利益出せるんで。でも、この、情報商材売ってね、な、なんか変な、変竹林なの作って、とりあえず売って逃げよう、みたいな。これね、なんかね、ニュースでになったんですけど、ニュースかななんかその、 若い子の、若い子がな、なんか、なんか、適当な情報商材をめちゃめちゃ売りまくって、めっちゃ稼いで、どうのこうのってなんかなったんですけども。だからそ、なんだ、なんかその子が言ってたんですけど、な、なんだっけな。なんかその、とりあえずなんか、儲かるよって言っとけば、売れるみたいな。なんかその、なんかそんな感じなんですよ。それだとうまくいかないです。そ、それだと。僕が教えてるのは、一応ビジネスなんで、 多分、そう、そういう子たち、情報商材で儲けてあやろうっていう人が、こういうことやんないですから。一人一人にこうやったらいい Q&A に対してこういうふうにやるっていうのは、やらないですよ。僕はや、なぜやるのかっていうと、ビジネスとしてやってるんで。単純に。そう。だそこもね、勘違いしてる人は結構多いですね。情報商材作って儲けてやろうみたいなね。儲かるんじゃないかっていう。いや、これをしっかりビジネスの土台に、 組み込んだら、まあ、すごいことになると。いや、マジで。これマジですよ。でも、ほとんどの人が情報商材系の、なんかちょっといあ、いろいろいるんですけど、<laughs> いろいろいますよそ。それはうまくいかないです。ずっと中長期は。でも、短期で儲けてるのは事実ですよ。短期で、まあ、騙したりとか、短期で <laughs>、儲けてるのは事実です。ただし、僕が15年見てますけど、ずっと連続して稼ぎ続けてる人は誰一人いないです。 そのマインドでね、その思考でやってる人たちは。なんか常に、常に、あの、なんだ、形を変えて、なんかいろいろやってます。<laughs> ね、<laughs> まあいいや。まあまあ言うとあれなんで。しっかりとビジネスやってほしいなと思います。この情報ビジネスを、情報ビジネス、情報商材を、ビジネスをしっかりやるところ、もう間違いないですから。間違いない。間違いないです。しかも、しかもですよ。 これ超ラッキーなのが、じゃあ僕ビジネスマンとしてすごく優秀なのかって言われると多分世間一般的のレベルから比べると常識もないし多分カスなんですよ。だけど情報商材を扱ってる情報ビジネスでなんかこのマインドでやってる人がまあまあいないのでなんかすごい人になるっていうね。これもラッキーなんですけど多分リアルのビジネスで言ったら例えばいらっしゃいませとか言うのは当たり前じゃないですか。 お辞儀してありがとうございましたとかね。当たり前ですよね。でもこれネットでね、動画でね、ありがとうございますとか言うと、なんかすごい人になるんですね。<laughs> これはね、ラッキーですね。ラッキーなんです <laughs>。だってリアルの会社は当たり前じゃないですか。なんかね、すげえ長くなって申し訳ないですけど、なんや。あの、そのリッツ・カールトン僕泊まったことあるんですけど、リッツ・カールトンはお客様の要望を全部答えるみたいなコンセプトなんですよ。ね。 リッツカールトンに泊まった時に、僕はその時セミナーが次の日にあったんですけど、あの、パートナーと一緒に寝たんですよ。その、僕がプロデュースしてて。でね、一緒にこの、ついんで寝てて、で、そのセミナーやパートナーが、喉痛い,みたいな、ね。で、その、電話したんですよ。すいませんあの、あの、うちのそのパートナーが今ちょっと喉痛めちゃって、そう貸し付きとかありますかみたいな。電話一本したんですよ。 で、そしたら、こうびっくりしたのが、ちょっと遅かったんですけど、コンコン来て、あ、おあの、大丈夫ですかみたいな。これ買ってきましたみたいな。そこでかあ,あったのが、喉飴でしょマスクでしょリポビタン D でしょなんか、なんかいっぱい入ってたんですよ。これよかったらみたいなで。貸し付きですみたいな。リッツすげえみたいな。これ2時ですからね。夜中2時ぐらいに、マジかリッツみたいな。こうすげえな、リッツみたいな。僕も,もう感動しましたからね。 マジかみたいな。だ電話でただ喉がちょっと痛めたみたいですって言っただけですからね。いや、リッツすげえなカートン、リッツカートンすげえなみたいな思いましたけど。でもリアルで成功してる会社とかそういうことやってるわけじゃないですか。ね。てかそれが当たり前とかそ、それをやってるからずっと継続してやビジネスできてるわけですよね。で、あとリッツカールンの本も出てるんですけど。<laughs> ね、リッツカールンのお客さんのなんちゃらとか本も出てますけど。 でそこまでやんなくてもいいわけじゃないですか。ね単純にカメラに向かってただ喋るだけでこのインパクトを与えられるってすごくないですか単純に部屋から一歩も出ず、部屋から一歩も出ず、カメラの前にただこう語りかけるだけで、なんだ、目の前で対応していただいている気になりました。ありがとうございます。感謝申し上げます。え僕、コンビニ行ってないですよ。お金かけてないですよ。 時間ほとんど、まあ、これちょっと長くなってますけど、時間はちょっと使ってる部分ありますけど、うん。だそういう、ま、すべてのことを、ま、いろいろもう網羅して、まあ、考える人はなかなかいないんですけど、いろいろなビジネスと比較対象しても、まあ、最強ですね。本当に。で、しかも今、コロナじゃないですか。だからね、僕、僕の時代がようやく来たのかなと思うんですけど、本当に自宅から一歩も出なくても、いくらでもいあのお客さんに感謝されるし、 価値提供できるし、すごいんですよ、これは。まあ、必要なのはカメラ。まあ、iPhone とかスマホでいいんですけど。<laughs> まあ、僕はちょっとね、あのマイク買って買いましたけど、これはね。あと、これ、ウェブカメラですね。これ、ウェブカメラ。はい。僕も、あの、昔 iPhone でやってたんですけど、iPhone から動画を転送するのめんどくさくて、あの今、ウェブカメラです、パソコンの。これ結構メインで今やってますけど。 まあそれだってウェブカメラなんか誰でも買えるじゃないですか。まあこれは買うかどうかはお任せしますけど、別にパソコン内蔵のマイクもありますし、イヤホンでもいいだろうし。うん、いやだからね、他のビジネスと比べると、マジ、尋常じゃないですね、これね。うん。だから、いろいろごたごた言いましたけども、まあドリアカに入るんであるならば、これをやってほしいってことです、単純に。 で、そんでやり方わかんないと思いますんで、そのやり方も無限と教えてるので。ただ、その、相手に与える印象ですよね。相手に与える印象です。うん。結局、人が買うんで。人がアクセスしてるんで。そうじゃないですか。じゃあ、人に対してどのように、うん、印象を持たせるのか、どのように思ってもらえるのか、どのようなことをしたら、 うん。嬉しい、嬉しいと思ってもらえるのか。どのようなことをしたら信頼してもらえるのか。これすごく、そんなに難しいことじゃなくて、お辞儀一つでね、なんかこの店良かったなとかなるじゃないですか。なんかいいな、みたいな。え、たったそれだけですよ。でたったそれだけで人の心ってう動くんですよね。笑顔でせ、笑顔ですよ。笑顔で接客とかね。なんかこのお店いいなって。笑顔ですやってること。 笑顔でいらっしゃいませみたいなね。え、やってること難しいですか笑顔でいらっしゃいませです。そんなに難しくないですよね。人に何かを与えるのって。与えられるんです誰でも。誰でも与えられます。やろうと思えば。笑顔できますよね、多分。いらっしゃいませ大きく言えると思いますし。あ、お靴大丈夫ですかどうですかあ、これヘラ良かったら。できますよね、多分。 お、なんか気が利くなっていう。与えられるじゃないですか。気が利くっていう。ここは、なんか、ええな、みたいな。え、やってることは靴のヘラどうすかみたいな話です難しくないんですよ。本当に。うん。はい、やってほしいなと思いますね。やれば、本当に全然、あの、まあ、やんないと、たぶんそれは体感できないと思いますけどね。うん。はい。だいぶ長くなりましたけど、参考にしてみてください。ま、ドリアカーの募集に関しては、え中旬ですかね。 多分再来週、まあ、再来週か来週の後半ぐらい、まあ、12月の16、17、18、まあ、ここぐらいから、まあ、後半戦ず、全部ドリア化でご案内してきますんで、はい、楽しみにしててください。では、終わります。ありがとうございます。